じゃじゃじゃーん。久しぶりの飼育動画になります。これ。よく見ると、ここに、ここにも、黒岩つくつくがいます。今回最終に行く友達にお願いして、届けていただきました。防護ネットをかぶせて逃げないように、ここはね、逃がしてしまうと生態系への悪影響につながるので、ここにもいますね。話が飛びすぎ問題。私の飼育スタイルを今からお見せいたします。だいたい高さは70センチほどの鉢植えの猿滑りを使用しています。このセミは猿滑りが好きみたいで、このような鉢植えだと管理が楽です。セミの出し入れはここにジッパーがあるので、ここさえ閉じていれば、まず逃げないし、安心です。ちなみに、一日中部屋に置いておくと植物にとって良くないため、昼間はベランダの木漏れ日の当たるところに置いています。このセミの簡単なプロフィールは、本来、鹿児島県大隅半島から沖縄にかけて生息するツクツク帽子の仲間です。また、とてもよく似たセミに小笠原ゼミがいます。外で観察できないので、室内で観察をしてみました。サルスベリの枝に興奮を突き刺して汁を吸っています。セミって一日のほとんどの時間はこうして汁を栄養として生きています。だから長生きさせるためにはいかに汁を吸わせているか、飼い主の経験値レベルが伺えますよ。冗談です。今回はひょんなことから黒岩つくつくの飼育をすることになりましたが、セミの飼育って決して不可能ではないんですよ。夏も後半。中には私みたくセミを飼育しているコアなマニアさんもいるかと思いますが、一般の方へ、セミは飼育できる。今回の動画は黒岩つくつくの飼育を始めたでした。最後までお付き合いしてくださり誠にありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみに。